ボリス・パルサダニアンは、アルメニア系エストニア人の作曲家、キスロボツク出身。第二次世界大戦中には、学業が中断されるが、戦後は、モスクワのグネーシン音楽学校でバイオリンを学び、1950年に卒業した。卒業後、エストニアに移り、はじめは、タリンラジオオーケストラで職を得るが、作曲に注目するようになり、タリン音楽院に入って、 平のエルレルに支持した。1968年から1970年まで、モスクワ中央テレビの副編集長、1970年から1973年まで、エストニア共産党の文化部中央委員会委員となった。1973年から1975年は、エストニア作曲家連盟の顧問を、 1975年から1986年までエストニア管弦楽団の芸術監督を務めた。1973年、1979年、1982年の3回に、わたってエストニア共和国名誉芸術家の称号を得た。作品には、1958年から1985年の間に書かれた11の公共曲、バイオリン競争曲、 木簡五重奏曲、弦楽詞重奏曲、バイオリン・ソナタなどがある。ありがとうございます。